皆さんこんにちは、上岡夫婦です。前回庭のゴミを片付けてすっきりした状態になったので、ようやく庭作りスタートです。今回はバッコンです。果たしてうまく抜けるのでしょうか。おはようございます。おはようございます。ようやく庭が片付きまして、はい、ゴミはなくなったよ。うん、そしていよいよ今回はバッコンで大変そう。後ろに何か見えますよ。あれ、うん、知り合いの方にお借りすることができたんですけど、うん、チェーンブロックをお借りしました、うん、実はあのお手本じゃないですけど、うんうん、こうやり方をちょっと教えてもらったり見せてもらったりして、うん、一つね、バッコンしてもらいました。いや、すごかった。すごかったな。取っとけばよかったね。あ、まあな、他にもいろいろ道具もちょっとお借りしたんで、ご好意に甘えて、うん、最大限活用していきながら、はい、バッコンと庭の石とかのね、はい、取り外しとかも行いたいと思います、うん、はい、じゃあ今回はちょっとバッコン挑戦してみましょう。はい、はい、もしかしたら全然バッコンせず終わるかもやってみましょう。やってみましょう。はい、こちらが今回使用していく道具になります。まあ、この辺り、うん、木の周りを掘って、うんうん、でこれとこのチェーン。おお、あ、すげえすげえ。重たいのこれ。重たいな。これで一個抜きます。なるほどね。これとかでね、木の根っこを固定して、うんうんうん、1個抜く感じです。ほう。で、昨日早速、うん、掘ってみたんですけど、はん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 、まあ、この子。でっか。こんな感じでした。でかー。ここまでしかね、見えてなかったんで、うん、どうかなと思ったら、こんなに立ってました。微動だにしないね。びくともせんな。うん、もうちょっと掘ってみるか。もうちょっと掘りながらちょっとやってみましょうか、うん、はい。これが木の真上に来る位置にこいつらを立てて、でこれをちょっと引っ掛けて、うんうん、でこいつに引っ掛けるという感じで、はい、ちょっとずつ引っ張っていくぐらいでやっていこうか。はい、はい、やってみます。はい、どう、動いてる？あれ動いてないよ。どうだにせんな。うん、なんか木の方の高さは全く変わってないな。こいつは動いてねえな。うん、ちょっと戻そうか。うん、全く動かずうわ、動かんな、全く。どうやっても動きそうにないんで、うん、ちょっとずつ切りながらやってみようか。はい、はい、でまあ根っこは切ってしまえば土の中で自然に返っていくらしいので、うん、なんか私、はい、残ってニョキニョキ伸びるんかなと思ったけど、そんなことはないらしい。そんなことはないみたい。で、あと切るときに前回のチェーンソーを使おうと思うんですけど、うんうん、土を切ると刃が痛むんで、はい、そこだけ気をつけて切っていきます。はい、これでもう一回やってみようか。はい、はい、火動いてる？動いてない気がする。全く動いてないな。全く動いてない。全然動かん。うわ、ちょっと動いとんな。木が？うん。そう。動いてるよな。動いてる。ちょっとな。ほら。
あ、ほんまや、ちょっと亀裂入ってきてる。うわ、メシメシって言ってる。ちょっと緩めるか。怖い怖い怖い。後回し。ちょっと動いたけどな、うん、もうちょっと掘るなりなんなりするから。そうだね、ちょっと後回し、先他にやっていきます。はい、ブロックがあるよ、ここに。掘ったら掘ったらいろんなものが出てくる。大変だ。ただ抜いてもらった1本しかバッコンできない。あと何個あるよこれ。ああ、これはじゃん。でも真夏にせんでよかったかも。そうやな、今ちょっと涼しいから助かるわ。地道に掘っていこう。はい、ユンボみたいなのがあればね。そうやな、いいんだろうけど。うん、頑張れ頑張れ。行ってみましょうか。はい、はい、どう、木動いてる？ちょっとね、動きよるか。動きよる動きよる。怖いな。怖い。うわ、うわ、お、結構きた。この辺がちょっと土が多いか。多いな。ちょっと掘るか。ちょっと掘ろうか。うん。お、いける気がする。あ、いける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 ぞこれ。うわ、これいけるわ。おお。うわ、ここも動く。出てきた出てきた。うわ、出てきたよ。出てきた。あ、ブチブチ言ってる。根っこかな。来る来る。気をつけてよ。うわ、動いてる。うお、やば。うわ、バコンってなりそう。バコンだけに。バコンだけに。うわ、やば。これは。うわ、怖い。一回緩めるそれか。一回ちょっと緩めようか。うん。うわ。すげえ。すごい。すごい。こんなあったん。もりもり。すげえよ。当たりました。やばー。うわー、すげえ。もうストップかな。いや、じゃあ、おー、抜けた。取れました。取れたよ。でかすぎん。バッコン、みんなすごいな。完全に舐めとったな。舐めとった。こんなでけん。重っ。重すぎ。ようやく、1個目。完全に舐めとった。あ、でもすごいすっきりしたね、この場所が。すっきりしたね。いやー、こんなにハードなんやな。なんかみんなさ、何本抜きましたとか言ってくれる人いるじゃん。うんうんうん、すごいな。すごい。やっていきますか。はい、ちょっとずつちょっとずつ。たくさん掘りましたよ。わー、ちょっとね、ごっついのはもう動かんなんで、ちょっとカットしてこれで行ってみましょう。はい、どう？動いてるよ。
お、いいね。あ、動いてる。来た来た来た。いいね。もうでも結構硬い。わ、バツバツ言ってる。音がしとんな。来た来た。やったー。あー、取れたー。うわ、下にすっごい伸びてる。そう。ほら、ちょっと動かして、それ木を。あ、ほらほら。すごい。よくできました。取れた。取れたね。今日の収穫2個やな。2個で終了。今日は。今日は終了。2日でできると思ったけど。な。1日で2本でした。ちょっと明日できるところまでやろうか。はい。はい。あ、いける。やだ結局もう一本やめると言いつつ意外と気持ちよくなってボーナスバッコンやな。やったぜ。今ここの高校の列がなくなったね。なくなったなくなった。うー、すごい。スキーしたスキーした。あとじゃあ次はあっち。この子は周りにコンクリートがあるからね。うん、難しいぜ。難しいぞ後ほど駐車場にするためこのブロックは撤去することにしました。このブロックを外すので、うん、この長いハンマーでこう叩いていきます。はい。これをもうあっちまでずらーっと奥までやね。はい。はい。やっていこうと思います。はい。はい、完了です。おお、すごい。取れたんで、最後のこいつ。お。抜いていこうか。はい、最、まあ、最後。最後じゃないけど、ひとまずね、ちょっとここの区画をやりきるということで。ここのコンクリートにしたい部分ね。そう。で、こういう最後やね。最後。でもちょっとこうむき出しになったからさ、うん、抜きやすいかなとは思っとる。そうやね、最後抜きましょう。はい、はい、やっと取れた。やっと取れた。これすごい時間かかったね。めっちゃかかったわ。真剣にやりすぎて全然動画撮れてなかったもうさ、根っこじゃなくてさ、うん、普通にここに木の幹みたいなもうごっついのがあってさ、引っ張っても全然やったな。全然ダメだった。で、あとここコンクリートとかがあったり石があるからさ、うん、多分その下に潜り込んどって、うん、なかなかちょっと切らずにっていうのは難しかったね。そうやね、もう角だからさ、うん、キュッと集まっとるし。いや、疲れちゃった。一番きつかったこれ、はあ、いやでもこれで一応このラインは全部取れたな、うん、取れた。ああ、今回はこれで終了で、はい、あとは少しずつこれをまた綺麗にしていこうか。そうだね、はい、いや、お疲れ様。お疲れ様でしたああ、疲れたよ。
まあ木はあと半分以上あるので、まだまだぼちぼちちょっと整地高さとかをね、揃えつつ整地をしつつ抜根しつつ抜根しつつで、はい、まだまだ抜根するシーンが見れると思いますやっていきましょう。はい、頑張りましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。Tripping over roses every time that you're there. I'm losing my mind.